桐生さんですよね。ん？あんたは瀬戸内ウォーリアーズの？はい、瀬戸内ウォーリアーズの千葉っす。先日は助太刀ありがとうございました。いや、むしろすまなかったな、あんな騒動になっちまって。で、俺に何か言おうか？実はまた桐生さんに助太刀に来てもらいたいんすよ。また？はい、チームのメンバーが大量離脱して人数が足りなくて試合ができないんす。今まではチームの要の飯野さんがそういう時に選手を集めてくれたんすけど、飯野さん最近すごい忙しいみたいで当分うちのチームには顔出しできないっす。だから僕が代わりをやっているっすけど、思いつくのが桐生さんしかいなくて。そうなのか。さっき大量離脱って言ったが、原因は何なんだ？言いにくいんですが、この前の桐生さんたちの喧嘩騒動ですね。あれで怖がったメンバーや怒った主力メンバーが大量に他のチームに抜けちゃって。申し訳ない。まあ南雲さんたちを出禁にしたみたいっすから、もうあんなことにはならないと思うんすけどね。それで助太刀の件なんすけど、お願いできないっすかね。俺も他にやることがあるからな。最初は断ろうかとも思っていたんだが、その人数不足は俺の責任もあるようだしな。わかった、協力させてもらおう。あざーす。それじゃあ野球場でお待ちしてるっす。ああ、わかった。かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さん、お待ちしてたっす。助っ人に来てくれたんすよね。ああ。みんな、桐生さんが来てくれたっす。これで試合ができますよ。あ、そうなんだ。なんだ、中止かと思ってたのに。ちょっとちょっと、みんな気合い入れてくださいよ。桐生さん、申し訳ないっす。おい、早く始めようぜ、弱小チームさんよ。あいつは？サンダースのリーダーの浜名っす。前まで転勤で抜けてたんすけど、最近戻ってきたんす。ちなみに元甲子園球児っす。すごいんですけど性格きついんすよ。じゃあ桐生さんは8番ライトで、あとこの後すぐに着替えてください。わかった。それじゃあ早速始めましょう。みんな行くぞ。おいやー、瀬戸内ウォーリアーズ。行くぞ。プレイボール。
かっ飛ばす。おいおい、いい加減にしも。俺たちも暇じゃねえんだ。せっかくやるなら練習になる相手とやりて。とりあえず。わかったっす。はあ。僕たちも帰りましょうか。はあ。随分と舐められてる。うちのチームは主力がほぼ抜けちゃって、戦力もいないし、まとめ役もいないし、このままじゃうちのチームは遅からず解散かもな。カリスマ性の俺が。はい、キリュウさん。それにさっき、いやや、ったとはいえ右も左もわからんからな。もちろんです。いろいろ説明しますんで、またお時間が空いたときに。野球場は昼間しか開いてないんで、日が暮れる前に来ていただければと。わかった。それじゃ、よろしくお願いしますね、キリュウキャプテン。どうなることやら。だな。